リンリン、ハローパーラレール、リンリンパラレルのリントです。はい、本日はですね、こちらの、エジプシャンルーセット大コウモリの、マナの押し入れ散歩していこうかなと思います。何回か押し入れ散歩はしてるんですけど、まだ私に慣れてくれてなかったので、ちょっと動画にはね、してなかったんですけど、だんだんね、慣れてきたので、ちょっとね、押し入れ散歩の様子見ていこうかなと思います。結構ね、自分であっちゃこっちゃ行きます。あとやっぱり抱っこはちょっと苦手みたい。ほら、逃げようとするでしょ。噛みつきはしないんだけど手の上でゆっくりはしてらんないみたいですね。はい、一応こんな感じ。嫌だ。はい、ちょっとこうやって甘噛みはねしますけども、甘噛み程度だからね、全然傷にはならない。今あえて噛むところをね見せましたけど、全然痛くないです。思いっきり噛みましたよ。ちょっとその程度です。よいしょ。普段はね、ここはあのうちの、袋もも猫ちゃんたちを散歩させてます。この間ね、袋のウンガちゃんたちのちょっと実験的な動画でね、うちにいる6匹、一気にね、離してみてどうなるかっていうのを見てみたりもしましたけれども、普段はね、ペアずつにしてます。ペア、家族。まあ、1個のケージの中で暮らしてる子たちのみって感じね。この間は試してみたら結構いい感じの、ちょっと今まで見たことのない事例が取れたので、まあ、それはそれで1個の、収穫でございました。結構こんな感じでね、頑張って上に行こうとします。ちょっと上行っていいんだよ。ちょっと画角に収まってね、君な。それ無理じゃね？それいけんの？あんた。あんた羽引っかかってるよ、それ。うん、まあ、羽って言いますけどね、人間で言うところのおててでございます、この子たち。それいけんの？羽をこう羽黒い、何て言うんだろうね、羽の毛づくろい。登ろうとはするね。ただやっぱり掴み方が上手じゃないんだよね、君ね。すごいなんか頑張って引っ掛けてる感じだね。落ちてる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 。落ちてんのよ。よいしょ。ほっ。頑張ってる感じはすごい伝わるけど、ちょっと下手なのよ。もうちょっと掴めるところ作ってあげるといいかな、押し入れ。すごいね、頑張ってこうやって引っ掛けてる。でもそっち行きたいんだね。爪の感じ、すごい頑張ってくっつけてる感じ。すごい頑張って踏ん張ってるんだね。踏ん張ってる結果、これをねくっつけてる。こ
ここに紐があるんだけど、この紐をくっつけてるこの何網がガタ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 って震えております。あんま動かないよね、あなた。そもそもね、暗くしてても動かないし、ほんとなんか省エネって感じです。ただなんか太っちゃいそうでね、いつもすごい甘いものをね、いっぱい食べるから、脂質がね、多いんですよ。脂肪分の方が多いわけですよ。すると太っちゃわないか、すごい心配ですね。おー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 、大丈夫か。ちゃんと戻れた。器用に戻るね。毛作りできてないか。コウモリらしい体勢になりましたね。よいしょ。あ、ちなみにね、押し入れ寒くないんですかっていうのもね、ありそうなんです。押し入れはね、ヒーターが持参して置いてあります。今はつけてないですけど、さっき一回ヒーターで温めたので、結構この室内はあったかい状態ですけども、半袖でもいいぐらい。今パーカー着てるけど、ちょっと上行ってみませんか。ちょっと上行こう。ちょっと上に私が持っていこう。どうしようかな。抱っこすると絶対嫌がるんだな。あれ、おいしい。はい、どうぞ。よいしょ。上のね、網の部分にました。ちょっとライトの関係でね、こうすると眩しいことになるんだけど、いいんだよ、好きに遊び、好きに遊びって思っても、遊ぶ子じゃないんだよね、そもそもね。割とじっとしてる子なので、活発的な子ではないんですよね、そもそもは。まあ野生下ではね、ちゃんと飛んだりするし、動物園とかそういうところでね、飼育されている子っていうのは飛んで餌をね食べたりしますけれども、でもそんなに普段から飛び回る感じではないですね。あれは多分ね、動物園という大きい飼育環境下だからこそ飛べるんですけれども、この子たちが飛べるぐらいの大きさで飼育するったら、それこそこの押し入れ丸々この子にあげるとかっていうパターンになるでしょうね。で、視覚はね、なんだろうな、暗い時でもね、ちゃんと見えるようにはなってるっぽいですけど、なんか超音波を出してる感じは全然しないね、この子ね。それ引っかかってない。ラッピーなんですよね。
ね1日20分ぐらいここに置いておいて勝手に遊ばせて、である程度したら戻すみたいなことはよくやってますけれども、ようやくね私が中に入って遊ぶようになりましたね。また警戒心は強いよね。今もこう触られる分にはいいけど、お腹の方行くと嫌がるし、ほらほら嫌がった、ほら嫌がった、噛もうとしてくるでしょ。まあ全然甘噛みなんだけどね、この子ね意外と歯はしっかりしてて、歯映せるかな、ちょっと乾かしていい、意外と歯はねしっかりしてるんですよ。うん、今嫌そうだね。いつもあれ両手でやってたもんね。両手でやるなら下でやるしかない。うん、難しいね。よいしょ、よいしょ、ちょっとごめんよ。あ、全然捕まってていいね。抱っこした方がいいか。ちょっと抱っこするね。よいしょ。難しいね。うん、難しいわ。無理にやるとね、嫌がるし。歯がね、結構すごいんですよ。歯磨きとかもね、実はこの子させてしてあげた方が良くてできるんですけど、嫌がるね。この間歯の横口グイーって開いても大丈夫だったんだけどね。あー、ダメだ、噛むわ。歯をねグイーって、あ、今いけるね。あ、でも嫌がったわ。一瞬だったみたいだね。これ。ダメだね。やめよう。まあ、
噛まれたら、ね、痛いは痛いです。ハムスターとかそういうのみたいなね、なんかすごい牙があるわけではないんだけど、普通に指噛む。難しいね、またね。歯は割としっかりと。うん、いい時と悪い時の差があるねっていうのと、今もう周りにこう好奇心というか、もう遊びのスイッチが入ってるから、おとなしくしてらんないね。もう動くのがちょっと楽しくなっちゃってきてるから。おとなしいとね、ここのところ、この顎のところをね、グッとやってあげると、歯を、ね、見ることができるんですけど。今は動いちゃって。活発な状態なのでちょっと難しいね。まあそんな感じの押し入れの散歩でございました。うん、ちょっと難しいね。ちょっと歯見たかった。はい、そんな感じです。よいしょ。本日は以上となります。もしよろしければね、こちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やってますので、そちらのフォローもお願いします。そしてね、過去にたくさん動画も上がってますので、よかったらそちらの動画もご確認ください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。